坂口博士は、日本の震災翼活動家、元連合赤軍中央委員会書記長、歌人、テロリスト、確定死刑囚、千葉県富津市出身。中学1年の時に父親を病気で亡くす。子供の頃は、日本共産党の動向に関心を持ち、60年安保においては、民主者会党を支持していた。千葉県立木更津高等学校卒業後、 1965年4月に東京水産大学水産学部増殖学科に入学、水泳部に所属する。同部に所属していた川島つよしに近づくためだった。当時4年生で実地会で講演会費闘争を行っていた川島を慕うようになる。その後、日韓条約反対闘争に参加し初めての集会とデモを経験。さらにこの年の夏に、 課外実習で、水産労働者の劣悪な労働状態に接し、労働運動に人生を捧げようと決意する。1966年4月、同年水産大学を卒業した川島が、元社学堂 ML 派幹部の MK とともに、労働運動を重視した継承グループを結成すると、大学を中退し、継承に加わることを望むが、川島の指示で大学に残り自治会活動を、 続けることになる。しかし、一刻も早く労働運動に加わりたいとの思いから、坂口の大学での活動は滞りがちになり、後に、川島の後輩であることから、自治会の委員長に就任するもほとんど活動を行わず、結局1967年6月に大学を中退する。大学中退後、大田区の印刷工場に就職し、 継承に加盟するとともに労働運動に従事する。この時代に、川島津義によって、継承メンバーの長田陽子と一度、お見合いをさせられたが、双方とも即座に断った。1968年3月、継承が、日本共産党を除名された親中国派の結成した、日本共産党左派神奈川県委員会に合流すると、坂口も神奈川左派の党員となり、 1969年4月に、川島、MK らによって、日本共産党神奈川県委員会が立ち上げられると、これに加わる。同年9月の愛知県一外務大臣のソ連、アメリカ訪問阻止の羽田空港突入闘争に、隊長として参加、海を泳ぎ滑走路に入り火炎瓶を投げ逮捕されるも、保釈で出国。休憩で懲役7年が出たことに動揺し、 京浜安保教闘にも加わっていた長田横子だったら7年待ってくれるとの思いで長田に求婚して事実婚となる。その後上はかつか交番襲撃事件の立案、猛火重宝店襲撃事件を機に地下に潜伏。川左人民革命軍と赤軍派中央軍を合体した統合司令部を設置し統一赤軍を結成。インバヌ沼事件で元同士二人を殺害。 統一赤軍から名称変更した連合赤軍に参加し、森常夫や永田に次ぐナンバー3となる12人の同士を殺害した山岳ベース事件に限り実事件中、総括を求められたメンバーへの総括炎上として、上、赤塚公安襲撃事件において、同士一人を射殺した警官の役になり、彼と殴り合いをした。山岳ベース事件においては、 死者続室の総括に疑問を持ち、そのことを長田に告げたり、総括を続ける森の殺害を思い立ったりもした。このため、他のメンバーであれば、自身が総括にかけられても、当然の状況であったという。にもかかわらず、坂口が総括にかけられなかったのは、森が坂口を革命左派幹部として、特別視していたからだとされる。森と長田の下山中には、留守役を任されていた。 この間に、坂口はメンバー一人を総括にかけた。しかし、この総括はそれまでの暴力的なものとは異なり、簡単な言葉のやり取りのみだった。坂口が、警察が来たらどうするかと問いかけたのに対しそのメンバーが、銃を持って戦うと宣言したため総括できたと判断、束縛を解くなどこのメンバーを助けようとした。しかしその後、 坂東邦夫が再びこのメンバーを縛り、その後は坂東が監視していたため助けることができず、妙義山ベースで衰弱死した。やがて三人もの脱走者が出たため密告を恐れて、ベースを移動する。1972年2月、山岳ベースから接触のため、長田と森の東京の潜伏先に赴いた折に、長田から森と夫婦になることにしたと離婚を告げられた。 森は逮捕される直前、坂口を緊迫されたメンバーの名はを勝手に解いた、その死を悲しそうに伝えたとして問題視しており、山岳ベース事件では森と長田が逮捕されずにメンバーと合流していればナンバー3であった坂口博士が次の総括対象者だった。移動の途中で仲間の逮捕者を出す一方、 下山して逮捕された森と永田を書いた中で仲間4人と共に2月19日浅間山荘に真っ先に侵入し管理人の妻を人質に取る浅間山荘事件を起こす。坂口は浅間山荘事件では相対昇格となり2月22日に警察の包囲を突破して山荘に侵入しようとした民間人に発砲2月28日に36歳の 報道関係者に発砲して、重傷を負わせ、山荘の厨房で鉄パイプ爆弾を爆発させ、5人の機動隊員に重傷を負わせるが、夜には逮捕された。この間、坂口の母親が現場に駆けつけ、3の奥さん、申し訳ありません。奥さんを返してください。代わりが欲しいのなら私が行きますから、10時に電話するから奥さんの声だけでも聞かせておくれ。 奥さんをベランダに出して、家族の皆さんに姿を見せてあげておくれと、マイクで切々と訴えかけた。坂口は、無反応であったが、呼びかけを聞いていた、警察広報班の機動隊員は、もらい泣きで記録ができなくなったという。なお、この母親は、坂口の死刑確定後も、面会のために、毎月時間をかけて拘置所に通い、被害者や遺族に謝罪して回りながら、 息子の除名運動を続けていたが、2008年に多解している。逮捕後は、武装革命の必要性を疑問視し始め、特に、同志殺しについては、反省を見せるなど交流中の態度は、有料だった。殺人16件、傷害致死1件、殺人未遂17件で起訴される。1975年の日本赤軍によるクアラルンプール事件の際には釈放リストに、 名前が上がったが、死刑を免れる可能性があったのにもかかわらず釈放を拒否した。私の逃走の場は、法廷、もはや暴力革命を志す時期ではない。と主張した。犯人グループは、坂口の出国拒否声明に関しては検察の圧力を疑っており、坂口と電話での直接の現地を求めた。しかし、後に裁判では、 この行動が上場として認められなかった云々を著書に書いている。第一審、東京地方裁判所で1982年6月18日に死刑判決を受け、東京高等裁判所に控訴するも1986年9月26日に同行裁で控訴規格の判決を受けた。1993年2月19日。 最高裁判所で上告棄却の判決を受けた。その後判決訂正の申し立てをするが3月9日に棄却決定がなされたことで死刑が確定した。最高裁判決は浅間山荘事件発生日からちょうど21年であった。17人殺人は死刑囚としては当時の戦後最悪の数字であり、オウム真理教事件で27人殺人を犯した。 朝原昌光の死刑判決が2006年9月に確定するまで破られなかった。2021年現在、坂口は死刑囚として東京拘置所に収監されている。坂口の死刑が執行されていないのは共犯者である坂東国夫が国外逃亡して裁判が終了していないためとされている。1990年代に獄中でを作って朝日新聞の 朝日下壇に投稿した時期もあり、その作品の一部が坂口博史加工にまとめられている。また、一連の連合赤軍事件の記録を当事者として後世に残すため、浅間山層1972条下、続くを表した。1995年にオウム真理教事件が発生すると、連合赤軍事件との類似点が指摘された。原の初にし、 1996年4月24日の朝日新聞有館で地下鉄サリン事件の実行犯として指名手配されて当時逃亡中だった小池康浦に宛てた手記が掲載された。再審請求していたが2006年11月28日に東京地方裁判所が帰却する決定をした。弁護人は即時広告したが2012年3月5日。 東京高等裁判所は再審請求を棄却した。3月8日、弁護人はさらに最高裁判所へ特別広告したが、2013年6月24日に棄却された。坂口は、浅間山層1972等の著作を発表する一方、同事件に対する他社の著作については、当事者として、東洋への抗議や内容に対する訴訟を行っている。 身長180センチ程度。心臓に持病がある。映画、光の雨においては彼をモデルにした、幹部、玉井清を池内万作が演じている。一方、関係者の大半を実名で描いた、映画、実録、連合赤軍浅間3層への童貞では、新たが坂口の役を演じた。ありがとうございます。